この度は NetApp Insight Japan へご参加いただきありがとうございます。私は NetApp 合同会社でビジネス開発マネージャーを担当しております白鳥と申します。本セッションでは昨年11月に NetApp が新しく開始したストレージサブスクリプションサービスキーストーンフレ Flex サブスクリプションサービスのご紹介をさせていただきます。 よろしくお願いいたします。それでは早速本セッションを始めさせていただきます。アジェンダはこのようになっております。まず最初に一般的な用語であるサブスクリプションの意味とは、次に本題であるネットアップキーストンサブスクリプションサービスの概要について、次に日本での サブスクリプションサービス、キーストーンサブスクリプションサービスの販売モデル、およびご購入の方法について、最後にお見積もりに関して、この4点について本セッションではご説明の方をさせていただきます。まずはじめに、サブスクリプションとはどう,いったもどういったものなのかについて簡単にご説明させていただきます。 一般的にサブスクリプションとは料金を支払うことで製品やサービスを一定期間利用することができる形式のビジネスモデルのことを言います。英語では予約購読や定期購読という意味の言葉となっております。最近ではネットフリックスや Hulu といった動画配信サービスや漫画や小説の オンラインでの読み放題。面白いところでは、車、洋服、ラーメン、化粧品といった商材のサブスクリプションも存在しています。このように昨今では様々なジャンルでのサブスクリプションサービスが存在していますが、ここからは ネットアップが提供する新しいストレージのサブスクリプションサービス、Keystone Flex Subscription Service について詳しくご説明させていただきます。ネットアップ Keystone Flex Subscription Service の名前を初めて聞くという方も多くいらっしゃると思います。なので、このサービスを わかりやすく表現させていただきますと、ネットアップのストレージ製品をクラウド感覚のサブスクリプションモデルで利用・運用することができるサービスです。機器自体を実際に購入することなく、サービスとしてネットアップの機器を利用・運用することができ、支払いプランやサブスクリプションプラン、使用量ベースのプランを正しく組み合わせることで、 キャッシュフローをを改善し財務上の柔軟性を強化すすることができます実際に弊社のパートナー様が本サービスをエンドユーザー様へご説明いただくときやエンドユーザー様が自社への採用をご検討いただく際にはこのページで記載しております4つのポイントである多種多様な運用モデルと支払いプラン等による 選択肢の拡張。上から2段目のコストと実際の使用量を連動させることによる運用の最適化。上から3つ目、CAPEX ではなく OPEX により IT 機器のロールアウトを加速化。そして一番下のビジネスの実態に見合った投資による不要な費用を削減。といった4つのメリットをご説明またご理解いただければ、ネットアップキーストーンが お客様の目的に合わせてフレキシブルに対応できる非常に優れたサービスだということをお分かりいただけると思います。以降のページでも詳しくご説明しますが、いろいろな用途に適したメニューをネットアップキーストーンではご用意しております。従来の設備投資、いわゆる先ほども,先ほどもご説明さし上げました、キャペックスベースでの機器利用ではなく、オペックスベースという 日々の運用コストの一部としてネットアップ製品をご利用いただくことができます。必要なビジネスの規模に沿った投資のみとなることで、繰り返しになりますが、ストレージ機器に本来かかる費用を軽減でき、財務上のリスクを大きく抑えることができます。ネットアップキーストーンは、 購入プロセスを徹底的にシンプルなものにし、効率、パフォーマンス、可用性を提供し、それら全てのサービスを n e t ッ p は保証いたします。さらに n e t ア p プキーストーンは AI を活かした予測分析情報とエキスパートレベルのサポート、予測可能な均一価格設定、シームレスで汎用性に優れたデータ管理を組み合わせているため、 購入に不安が伴うことなく、容易に用途に応じて最適化することができ、また今後、ハイブリッドクラウド環境にも拡張することを予定しております。製品ライフサイクルを通じてリスクを削減し、イノベーションを強化して、ストレージへの投資から可能な限りのリスクを削減しつつ、最大の効果をお客様にご,ご提供いたします。 このページではどのようなメニューをキーストーンがラインナップしているかについてご説明いたします。ネットアップキーストーンでご提供する機器としては AFF、HAS、ストレージグリッドと E シリーズの4種類となります。ストレージグリッドをご,用ご利用いただけるキーストーンオブジェクトサービス以外ではエクストリーム、プレミアム、スタンダードの 3種類のパフォーマンスティアをご用意しており、それぞれのパフォーマンスティアで IOPS、スループット、レーテンシーの最大または最小値をコミットしており、容量についてもそれぞれのメニューでミニマムの容量を設定させていただいております。例えば、スタンダードではストレージ容量は 50TB から利用でき、利用開始の後も追加料金の支払いでストレージ容量の追加や より高速なサービスレベルへの変更が可能となっております。一つ例を挙げさせていただきますと、例えば用途がファイルサーバーで MAX の IOPS やスループット 0.ca の要求が低いということであれば、この表の真ん中あたりに記載しておりますスタンダードをお選びいただくのが良いかと思います。また反対に IOPS、スループット、0.ca 等、 高い要求を求める必要があるデータベースやデータ分析のためのアプリケーションをご利用になるのであれば、表の一番左にあるエクストリームをお勧めいたします。このように、それぞれのメニューでは、ネットアップの長年のノウハウをベースにワークロードを想定したサービスをご提供しております。また、ページの中ほどにあるバリューという名前のメニューもご利用しております。このサービスは主に バッックアップへのの利用を想定したものとはなっております。他、ストレージグリッドや E シリーズ製品もキーストンサービスでご利用可能となっております。全ページの基本メニューに加えてオプションとして、コールドデータのティアリング先として、ストレージグリッドをご用意しております。 このオプションの通貨料金をお支払いいただくことにより、コールドストレージにチェアリングされるロジカルデータ容量が契約容量に含まれますが、チェアリング先のストレージ容量については、追加のサービスサブスクリプションのご購入は不要となっております。また、スナップボルトとスナップミラーの取得を実施するためのオプションもご用意しております。このオプションをご購入の際には、 デプリケーションデータの取得先のストレージキャパシティは含まれず別途ご用意が必要となりますのでこの点についてはご注意ください。スナップミラーについては1時間ごとにスナップショット取得7日間保持4時間ごとにデータ転送を行いスナップボルトは4時間ごとにスナップショット取得7日間保持24時間ごとにデータ転送を行います。 ここからは日本でのキーストーンの販売モデルとお支払い方法についてご説明いたします。ネットアップキーストーンのデリバリーモデルとしてこのページで書かせていただいているとおり、グローバルではネットアップが構築から監視、運用、課金、更新、サポートまで全てをカバーする ネットアップオペレーテッドモデルと、パートナー様でそれらのサービスをご提供いただくパートナーオペレーテッドモデル、そしてこの表で一番下にありますが、最初の構築のみネットアップで行うカスタマーオペレーテッドモデルの3種類がございます。日本では現在、この3種類の中で赤線で囲っています パートナーオペレーテッドというモデルのみでネットアップキーストーンサービスを提供しております。CTC 様、ネットワンシステムズ様の2社様がオンサービスの日本におけるパートナー様となっております。このページではネットアップキーストーンのお支払い方法について説明いたします。 お支払い方法はご覧いただける通り、月次での生産方式と、臨時先払い方式が選択でき、いずれも契約期間は最短で1年間から最長で3年間となっております。ホームページで、バーストと呼んでおります、ご契約要領を超過した要領の利用分については、日時で計算させていただき、後日、 生産する方式をとっております。ネットアップケーストの利用料は、運用監視や障害発生時のサポート費用なども含まれております。利用者は少ない投資で、高性能なストレージを活用して、必要な用途に本サービスをご利用いただくことができます。 最後になりますが、本セッションをご覧いただいた方で、パートナー様からのお見積もりをご要望が終わりでしたら、まずは、先ほど少しご説明さご説明差し上げました、エクストリーム、プレミアム、スタンダードといったご希望のパフォーマンスティア、必要なストレージ容量、ストレージグリッドへのティアリングや、スナップショット、スナップボルトといったオプションの有無、 必要なご契約期間をお決めいただいた上で、それらの情報をパートナー様へご提供をお願いいたします。パートナー様にてお見積もりをご用意させていただきます。これで本セッションを終わらせて,終わらせていただきます。何分、不慣れのためお聞き苦しい点が多々あったとは存じますが、 最後までお付き合いいただきありがとうございました。ネットアップインサイトジャパンでは他にもたくさんの魅力あるコンテンツをご用意しております。ぜひお時間の許す限りお楽しみください。また本セッションでご紹介したキーストーンに関してのお問い合わせ、ご質問等もお待ちしております。今後とも何,何卒よろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。